すごい再生数ですね。いろんな人に見ていただいて嬉しいです。ちょっとあれですね、質問でやっぱ分かりづらいとかっていうのがいっぱいいただいてますね。はい、なるほど。じゃあここはちょっと開発者として、この質問にお答えしていこうと思います。それでは、ここに3台ほどちょっとアクアユーを展示させていただいてますので、ご質問等でお答えしていこうと思います。まず一番分かりづらいと思います、その構造とか、なんでこれで水が回ってるのっていう多分ご質問多いと思うんですけれども、これ見ていただいて分かる通り、水槽側の水位とろ過槽側の水位が差がついてます。この構造を U システムと名付けてるんですけれども、ポンプの力で水がですね、この U タワーのろ過槽側の水をこちらに押し上げてるんですね。でその結果、ここの中のタワーの中の水がこっちに押し出されるので、こっちの水位がろ過槽側の水位が下がって水槽が上がります。でこうなると、まあ、このままだとただただ押し出され続けるんで溢れちゃうんですけれども、この、U システムの構造だと、もう一歩、もう一個ですね、今度は水槽側からろ過槽に戻る配管がありますので、水位差がついた状態で逆に水位差を戻そうとする、まあ、パスカルの原理というんですけれども、そういう働きが起こります。ですので水位差がつくと今度は自然にこっちに戻っていってるんですね。ですので、ポンプの押し出す力と戻す力が釣り合った位置で、およそ水槽と、この U タワーで3センチの水位差が出た状態で安定します。この構造によって、ろ過槽に全ての器具を入れながらも、水槽側と水を循環させることができるシステムができていると、そういったことになってます。はい、ヒーターに関しましても、基本この器具を収めるこのろ過槽である U タワー内に、様々なものが、セットできるようになっています。まずポンプ見えると思うんですけども、ここにポンプがあるのと、実際にですねフィルターを使っているのを見ると、こちらスリムマット、これセットされているものなんですけども、ここに入ります。そしてご質問のヒーターに関しましては、この U タワーの、背面に設置できるように作られています。 AJEX の純正の、温度制御できるものを使ってください。はい、水位が下がった時のヒーターはですね、場合によっては水位が下がりまくるとですね、やっぱどうしても露出してしまうんですけれども、そこに関しては安全設計として水栓を設けさせてもらっております。ですね、こうやって普通の水槽で使う場合は基本的にこのマックス水位をキープするようにしてください。ポンプが動いた時に水位がマックスになるようにしてください。これを、キープしていただきますと、基本的に水位はですね、水槽とろ過槽で3センチまでですので、絶対にヒーターが露出しない位置になってます。またちょっと難しい話になるんですけれども、目詰まり防止の、バイパス構造があるんですけれども、それによって最悪ろ過槽が完全に目詰まりした時に水差がもう少し強くなってしまうんですが、それでも絶対に、ヒーターが露出しない位置がこのマックスの水位線の位置なんですね。ですので、ヒーターを使用する場合は基本的にはもうマックスの、水位を維持していただいて、あとは、まあ、アクアテラリウム等で水位下げたい場合はもうちょっと小さい 10W ヒーター、20W ヒーターを使って、必ずヒーターが露出しないように確認しながらこっちの U タワーの中で使ってください。はい、それではですね、この透明なやつでちょっと軽く説明させていただきますが、本来はですね底面フィルターですので、あまり、メンテナンスを毎回やってしまうと底面フィルターのバクテリア死んでしまいますので、そんなにメンテナンスを必要とまずしません。ですが、まあ、大きなメンテナンスでリセットしたいとかですね、フィルターのこの底面の素材を変えたいっていう場合は、まあ、もう簡単なリセットみたいになるんですけども、まずは、砂利を抜いてこういった状態に戻してください。底面フィルターとこのカバーですね、これ剥がしてください。でそうしますと、ここに大きな配管できますので、この配管に、ブラシ等を差し込んでいただければ十分配管内の掃除は可能です。ですので、まあ、大きなメンテナンスでリセットしたいなとか、こう底砂の雰囲気変えたいなという時は、もう一回全部砂を出していただいて、配管をきれいにしていただいてからまた再びセットしていただくというのがおすすめです。普段はホース等で、底砂の表面のゴミ等を取っていただければ、バクテリアも健康で管理できますので、それぐらいのメンテナンスで留めておくことがむしろおすすめです。難しい質問だな。配線ですね、配線に関しましては、
こちらの白いやつを見せていただくとですね、このユータワー内に、切りかけ部分といいますか、へこみ部分が背面に1箇所と、こちらの左側面に1箇所空いています。基本的に電源コード、ポンプのコードとかですね、ヒーターを入れた場合のヒーターのコードはここから逃がすことになります。ですので、当然裏に回り込んでいただければあのコードがあるの分かると思うんですけれども、基本的に正面や、まあ、横から斜め横から見た限り目立たない位置に、コードを逃がすことが可能です。またあのこの背面以外にもこの左側面にセットされてますので、こちらの方からですね、水槽を見た場合こっちを正面にすることも可能なんですね。この場合は、後ろ側に来るこの左側面の切りかけを使っていただいて、ここからコード類を逃がしていただければ、まあ、こんな感じですね、こんな感じで逃がしていただくことが可能です。水槽の裏でコードをまとめていただければ一番目立たないと思います。モーターはこの U タワーの上から覗いていただいて分かりますかね、ここの位置にセットされています。直接、U タワーの中に、ポンプを差し込むような形状で非常にコンパクトな、とてもですね、静かでパワフルな、ポンプがセットされています。でこちらの水が、ポンプによって押し出されて、この今透明で作らせていただいているんですけど、この奥側の、通路を通りまして吹き出し口の突出口から水が出ております。なので、非常にですね、水量を絞ってますので柔らかいんですけれども、水面見ていただくとちょっとゆらゆらしているのが分かるかなと思います。湧き水のように優しい水流が、水槽の下から上に持ち上がっていくようになります。蓋は自慢ですね。普通の水槽ですとどうしてもヒーター等の、あとエアレーション等のですね、こうホースが何かしら出さないといけないとかですね、パイプがちょっとこう出さないといけないとかで、こう水槽のガラス蓋に切り欠きや斜めカットとかですね、なんか隙間があるっていうのが当然だと思うんですけど、こう分かりづらいんですけれども、水槽の縁にシリコン、トップシリコン構造といいますか、このトップシリコンを、打たせていただいてます。でこれがですね、水槽の上面、およそ全体に、貼られておりますので、非常にこうストッパーといいますかグリップが効く構造になってまして、蓋をですね適当に斜めにこうやって置いていただいてもほとんど滑らない、蓋を安心して、ぴったりと置くことができるようにさせていただきました。関してはそうですね、全部で本体や器具含めると水が入ってると10リットル近くはなってしまうので、正直あまりこう、まあ、持ち運んでほしくはないですね、水入った状態で。ただ、正直といっても10リットルなんで、お米の袋とかでも10キロとかあると思いますから、頑張ればもちろん少し動かすことは可能だと思います。ただ、もし普段少しでも、持ち運ばれる場合はもう基本的には水をできるだけ抜いていただいて、軽くなった状態で持ち運んでください。お高い。そうですね、今回、オールインワンでポンプがつきまして、そして LED ライトがついて、そしてフィルターシステムが、底面フィルターと、あとですね、もともとこの外書きフィルターなどに使っているスリムマットをセットさせていただいてます。単純に考えてですね、水槽1個と、フィルター2個と、ライト1個ついた状態で、多分値段はここのところに字幕かなんかで出るのかなこの値段になってると思いますので、決して高くはないかなと。これ以外本当に、まあ、熱帯魚の場合はあとヒーターがあればすぐできますし、金魚やメダカでしたらもうこのまますぐスタートできるという意味では、まあちょっと高級な水槽ですけれども、これぐらいの値段だったらどうなんだろう、限界かなという価格設定にはしました。